シャール・シュワーツェルは南アフリカ出身のプロゴルファー。2011年4月のマスターズトーナメントでメジャー初勝利を挙げた。2002年のプロ転向以降、サンシャインツアー、欧州ツアーを呼び PGA ツアーに参戦し、欧州ツアーではメジャータイトルを除き休勝している。なお、氏名の日本語表記にはシャール・シュワーツェルのほかチャール・シュワーツェル。 チャール・シュワルツェル、カール・シュワルツェルなどがある。1984年、南アフリカ共和国ヨハネスブルグ生まれ。南アフリカのジュニアアマチュアでは、2002年のインドアマチュア選手権及びイングリッシュオープンアマチュアストローク選手権などで勝利するなどを結出した成績を残した。また同年のアイゼンハンアートロフィーにも出場している。2002年、18歳の時に、 プロに転校し、同年末に、欧州 PGA ツアーのツアー資格を取得した。これは、南アフリカ出身のゴルファーとしては、デールヘイズに続いて、史上2番目の若さである。2003年、2004年も、欧州ツアーに参戦し続け、2004年から2005年シーズンの、アルフレッド・ダンヒル選手権でプロ初勝利を挙げた。同選手権は、 欧州ツアーとの共催かつ南アフリカ、サンシャインツアーの主要トーナメントであり、この勝利の結果2004年のサンシャインツアー賞金ランキングでトップ、2005年の欧州ツアー賞金ランキングでも52位となった。2005年2006年のサンシャインツアーでは2年連続の賞金王となり、シーズン終盤のボーダコムツアー選手権に勝利したことで、 世界ゴルフランキングで初めて100位内に入った。シュワーツェルは2006年もフォームの改良を続け、同シーズンを賞金ランキングを18位、世界ランキングでは55位で終えた。2007年、サンシャインツアーでは3年連続となる、賞金王のタイトルを獲得。同年4月のオープンデイスパーニャでは、最終日16番ホールでイーグルを決めジョティランダワを一打差で、破って勝利し、 世界ランキング40位内入りを果たした。東京の大先輩、ゲイリープレイヤーのチャリティ活動を支援するため、ゲイリープレイヤーインビテーショナルにも幾度か参加した。2008年にはマドリードマスターズで勝ち、2007年に続き2008年も欧州ツアーで勝利を挙げたが、2009年は未勝利に終わった。2010年の欧州ツアーでは、 1>, 1月10日のアフリカオープン1月17日のヨハネスブルグオープンと2週連続優勝を遂げた。いずれも南アフリカで開催された試合であり、この結果ワールドゴルフランキングにおいて50位入りを果たしている。2010年シーズンの欧州ツアー、賞金王ランキングでは最終的に8位であった2011年は PGA ツアーにも参戦している。 2011年1月16日のヨハネスブルグオープンでは2位に4打差をつけ大会に連覇を果たした。2011年4月に開催された第75回マスターズトーナメントで2位に2打差をつけてメジャー初優勝を遂げた。南アフリカ出身のゴルファーとしてはゲイリープレイヤートレバー・イメルマンに続く3人目のマスターズ制覇でゲイリープレイヤーがマスターズで 初勝利を挙げた1961年からちょうど50年目の優勝であった。最終日、首位に4打差をつけられてのスタートであったが、2位のアダム・スコット、ジェイソン・デーラーに2打差をつける勝利であった。最終日1番は、グリーン右サイドから、チップインバーディーを決め、3番でもフェアウェイ中ほどからの第2打をグリーンに乗せ、イーグルとスコアを伸ばし、この時点で、 首位スタートした、ローリー・マーキロイとの4打の差はなくなった。4番ではボギーを叩き、以降中盤は我慢のゴルフが続いたが、後半15番でバーディーを奪うと、16番、17番と、3連続バーディーで単独首位に立ち、18番では、マスターズ史上初となる4連続バーディーを決めスコア、66をマークして見事メジャー初タイトルを獲得した。ゲーリープレイヤーは、 これが、王者のフィニッシュだ。と、シュワーツェルを称えた。ナオコの勝利により、ワールドゴルフランキングは、前週の29位から11位に上がった。同年のメジャー大会では、マスターズのみならず全米オープンでも9位、対、全米プロゴルフ選手権では12位、対といずれも、自己ベストとなる、好成績を残している。また全英オープンでも2日までは7位と、 主位争いを演じていたが3日目に75を叩いて、崩れ、最終順位は16位体であった。欧州ツアープレイオフ記録イコール不参加 T イコール、タイ背景黄色イコール10位内、入賞背景緑色イコール優勝。ありがとうございます。